これちょっと余談で書きました。不動産投資家は経営者ということで書きました。どういうことかというと、不動産投資で投資をした後に当然その後賃料収入が入ってきて、不動産経営者、アパート経営者、マンション経営者となるわけですね。そうすると当然経営能力を銀行は見てます。これはちょっとまだこれから不動産を買おうという方にはまだ将来的な話なんで申し訳ないんですけど、特にもうすでに物件持ってらっしゃる方、ここをすごい見てます。でこれは何を見てるかっていうと、確定申告書あるいは決算書ですね。で、満室経営できる大家さんは評価高いです。ちゃんと空室状況とかもちゃんと全部チェックしますんで、満室経営してる大家さんは評価高いです。例えば次買う物件がある程度空室あっても、この人だったら満室できるだろうって推定をするんです。それがですね、空室だらけの物件しか持ってない大家さんは評価低いですね。まあそれでキャッシュフローが回ってればまだなんとかなるんでしょうけど、赤字経営になっちゃった場合はもう次融資が出ないんで、ここの満室経営できるかどうかっていうのは、不動産を持った後非常に大切な要素になってきます。で満室経営してるにもかかわらずその物件キャッシュフローマイナスだったら、もうちょっとこれはそれはその不動産自体非常に問題がある物件なんで、もう、ね、銀行融資も月出てきませんし、ずっと持ち出しが続く状態なんで何かしら手を打たないといけないということですね。それでこれから1、2棟で終わる人と、その後さらに3棟、4棟、5棟って買っていける人の違いをお話をします。で資産を増やすために必要なことということで、これからお話をさせていただきます。当然ここも銀行融資としての視点でお話をさせていただきます。1、2棟で終わる人、その後も買える人の違いですね。まずこれうまくいく人の例です。これキャッシュフローということで、ここに黄色いマスがありまして、これちょっとイメージとしてキャッシュフローがこれだけあるんだよということで、あれマウスが出てこないですけど、イメージをしていただければと思います。上がキャッシュフローですね。キャッシュフロー、例えば不動産購入前給与収入だけでこれだけキャッシュフローが出てました。で例えば純資産、多分大体不動産買う前は金融資産になると思うんですけど、金融資産がこれだけありましたよ、こういう状態で今後不動産を買い進めていったときにどういう状態になると買っていけるのか、その後もいけるのか、幸せに成功できるのかというお話をします。まず1棟購入後、これ赤い部分が1棟、その1棟目のキャッシュフローと純資産になりますが、こういうふうに伸びないとダメなんですね。上乗せされて全体的にキャッシュフローが増える、全体的に純資産が増える、こうしないと2棟目はありません。で2棟目ですね、2棟目青い部分にしましたけど、これあくまでイメージ図なんで、2棟目もこうキャッシュフローを伸ばして純資産が増えていかないと3棟目はありません。それでフルローンで昔バンバン買った人でこう5棟6棟買ってる人は事実いるんですね。でなんでそれができたかというと、フルローンでもこれができたからなんですよ。こういう状態を作れたからなんです、フルローンでも。でそれは何でかっていうと、利回りの高い物件をフルローンしたからこういった形でキャッシュフローの余りが出るんですね。いいですか、この流れ分かります。でこれが繰り返しどんどんいかないとどっかで融資ストップします。である程度規模がいっちゃうとやっぱり融資はストップしちゃうんですけど、5棟6棟買える人って最初の1棟2棟ってやっぱりねすごい慎重にやってるんですよ。フルローンって形で旗から見たら結構リスク張ってるような見え方するんですけど、実はちゃんと見るとキャッシュフローも確保してますし、純資産、資産余力もちゃんと確保してるんですね。でこういうふうにやってって、例えば純資産がこう積み上がってくると4棟目とか5棟目で大きなレバレッジをかけられるんですよ。ここに余りがあるんで、ここの担保余力を見て結構でかいレバレッジをかけられるんです。それを
私なんか融資相談を受けてるとあるんですけど、最初の物件でいきなりレバレッジをかけすぎちゃってその先ダメになっちゃって方が多いんですね。で次がその頭打ちになっちゃう人のパターンですね。もうこれさっきの最初の段階です。購入前の状態です。でこれが頭打ちになっちゃう人ってどうなってるかって言いますと、わかります？黄色い部分減りましたよね。そのどういうことかっていうと、マイナスの不動産自体はマイナスのキャッシュフローなんですよ。で純資産もマイナスになっちゃってます。それは負債の物件というか借り入れが多いからなんですね。でキャッシュフローがマイナスっていうのはまあ分かると思います。例えば給料とかから持ち出してやる場合が多いんですね。で、こういう人でよく相談を受けて多いのがですね、例えばフルローンで何年か前になってマイナスのキャッシュフローで買いましたという方、大体そういう方がもう2棟目買えないんですということで相談を受けると、大体皆さん給与収入が高いんです。こういう方の特徴って、で銀行は何で融資出したかというと、その給与収入を見たんで物件のキャッシュフローを目をつぶって出したんです。昔バンバン融資を出してた頃は。であと純資産がマイナスになったのは何でかっていうと、購入フルローンで購入するときは収益還元評価とかで評価を出すんで、その段階では純資産って減らないんですね。収益還元評価の担保感の中で出してますんで、資産と負債のバランスでいうとマイナスにはならないんですけど、その後2棟目を買いに行くときは、買うときにどういう評価をするかっていうと、1棟目の物件って積算評価で評価するんですよ。わかります？購入物件は収益還元評価を使ったり取引事例比較法とか使って評価を出すんですけど、購入物件以外に関しては積算評価で参考評価で出すんですね。だから収益還元評価で大きな担保価を出して融資を出しても積算評価にしたら一気にマイナスが出ちゃうんです。あるいは不動産価格が下落をしたり、建物が減価償却でマイナスになったり、いろいろありますけど、こういう形になってしまうと、もうちょっとこの先不動産買い進めるのは難しいですね。これはもうちょっと銀行からの信用が得にくい。でこういう方はじゃあ何をしなければいけないかというと、まずキャッシュフローを改善することを考えると同時に、純資産を減らすことを考えていただきたいんです。でやるとしたら、まあある程度現金はもう本当貯めていただくしかないんですけど、それを打ち入れして、で同じ融資期間で組み替えるんですね。普通に打ち入れすると最終期限がこう短くなるだけなんで返済額変わらないんですよ。キャッシュフロー変わらないんですけど、それを最終期限一緒にして組み替える、条件変更するんですね。そうすると毎月の返済額が減りますんで、キャッシュフロー改善されます。で同じ融資期間の中で、組み替えることに関してはリスケ債権にはなりませんので、条件変更債権としては見られませんので、そういう形でやるしかないというふうな、ちょっとこの状況でもう次ってなるとかなり厳しい状況です。何らかの形で収入を増やさないと。これがもうさっき言ったように物件買い進められる人と 1,2 棟で終わっちゃう人の違いなんですね。ちょっとあくまでもイメージ図なんで、イメージとして覚えておいていただきたい。こういうふうな形でキャッシュフローを増やしていって、純資産も積み重ねていかないと資産を築くことはできませんよと。